古の名称の策キリキリ前の術信じるしかあるな。やるからには最善を尽くせ。敵の数これほどと。織田軍には我らを攻めながらもこれだけの兵を割く余力があるのですね。だがひるむわけにはいかぬ。我らの義と愛をもって御前と影勝様を救い出すのだ。敵の数が尋常ではない。急がねば影勝様たちが危うい。御前、影勝様、しばしお待ちを。この兼津軍が直ちにお救いいたします。本陣の防衛は我らが引き受けよう。南の敵は本陣、北の敵は城に向かっている。私が敵の動きを見極めつつ進んでくれ。練習なんで大変だ。リージュ。お相手いたす。ガンガンのお祭りの敵か。我が槍で押し通るのみ。私の知略が破れようとは。よし、見事だ。その調子で奮戦せよ。私が行こう。スイーパーで これ以上は行かせん。邪魔をするな。御前と影勝様は私の手でお救いする。金継ぐ雪村救援に。ええ、来てくれたようです。戦うぞ。あと少し耐え抜きましょう。敵軍からも気概を感じる。ただの賊ではないようだな。敵将、そこを動くなよ。逃がれんだ。あとは私。その逃げ場に今だ。そんな見事に負けちまうとはな。おのれ、これで勝ったと思うなよ。城に向かう国の輩は打ち払った。直江兼次、今こそお二人の身元へ参る。頼もしき同志を得て私は幸せだ。あとは私に。あとは私に任せろ。感謝します。さあ、共に敵を押し返しましょう。我が手に光を。逃がれんだ。金継、あなたの義とはこの異界でも変わらぬようですね。御前、お褒めに預け光栄です。本陣は何としても守りきるぞ。敵の増援にも注意せよ。金勝がまだ戦っています。さあ、救援に向かいますよ。あとは私。ありがたい。ここは通さぬ。道を開けよ。恩ある影勝様を失うことはできぬ。なんという強さ。ここは引く。窮地に達しました。次は
こちらがお返しをする番。勝負の棋風示さん。数では勝っていたが爪が甘かったか。拙者自ら当たるのに。進め頼りにしている。いいよ。感謝する。何をおっしゃいます。影勝様をお守りすることがこの兼継の務め。我が名は女孔明、湧いて願おう。私が行こう。あの白頭巾、そして高潔な空気、あ、まるで可愛い剣心のよう。かなりの武人とお見受けした。いざお手合わせを。願ってもないお言葉。真田幸村、いざ参る。拙者の部で眼前の敵を蹴散らせん。まだまだ未熟だったか。遅くなってすまない。徐行殿、あとは俺たちに任せてくれ。太子寺殿、すまん。万全なも、あとは私。ジョコンを追い詰めたとは。敵軍の勢い侮れんな。敵の大将が出てきたようですね。愛で諭してあげましょう。命これにあり。妖怪槍にかける。来たれ推理。大使人の世界。よし、私が話をしてみよう。金継、手薄になる本陣の防衛に回ってくれ。承知した。不意の輩は一匹たりとも近づけ。孫権という方もよく戦況を見ていますね。見習わなければなりませんよ。神々に住みらかに何よりかしら。我々にて無双の分を示さなかりました。本陣を狙う敵はあらかた片付いたか。見事だか何や。見事だ。その調子で奮戦せよ。よく来てくれた幸村。影勝様、間に合ってよかった。この異界でまたお会いできるとは。幸村、そのまま前線で城の防衛を頼む。幸村、感服いたします。敵はまた城を狙ってくるでしょう。みんな愛を持って当たりなさい。所詮敵は小勢だ。城を落としてしまえ。またうろたえ者が現れましたね。しつけてあげましょう。敵の城攻めはまだ続く。油断できぬ。孫吾の兵よ、道を開けよ。この孫権の顔を忘れたか。孫権様もこの世界に。あの方に剣を振るわけには。大指示、無事で何よりだった。再び孫権、いや、私の力になってくれぬか。孫権の待てやなかない。申し訳ない。ここで下っては俺の真偽が。異界であってもお前は変わらぬな。わかった、全力で来るがいい。私が行く。その力で世に正しきをなせよ。あの程度の数で城を守ればいい。さっさと制圧するぞ。討ち取ったり。もう遅れは取らぬ。我が知略に挑むとは無謀だな。
調子で奮戦せよ。お見事でした、総剣殿。孫作殿と戦った時のことを思い出しましたぞ。いや、私は兄上ほど強くはない。お前に勝てたのは幸運だった。おかげで助かりました。皆の義と愛に感謝します。きっと礼を言う。いえ、お二人がご無事で何より。剣心公もさぞお喜びになりましょう。孫権殿、先ほどは申し訳ありませんでした。俺と徐光殿はこの妙な世界をさまようところを信長殿に救われたのです。どうしてもその恩義に報いねばならず。よいのだ太子。それに徐光、お前たちさえ良ければ我が軍に来ないか。拙者らは敗軍の将、勝者に従うべきとは存ずるが、良いのでござるか。もちろんです。お二人は素晴らしきものの父、味方となればこれほど嬉しいことはありません。ありがたきお言葉、感謝する。これからは孫権殿たちと共に武を振るおう。良い愛を。喋れよ。喋れよ。真偽は違えぬ。徐光明、ひたすら武の道を極めん。それにしても、信長の力の秘密なんてどう探ればいいんだ。もう直接聞いたところで答えてはくれないでしょう。何を、誰もだろ。今の俺たちではあの力に対抗できません。なら同盟相手と接触するのはどうかな。俺が見た限り妙な力を持つのは信長だけだ。同盟といっても実際は負けで仕方なしに従っている者が大半でね。彼らを下して情報が得られればよし、ダメでも信長の戦力を大きく削れる。でもそううまくいくでしょうか。うん、北条氏康、今川義元、董卓、そして袁紹、信長に組みする者は強敵揃いであろう。俺に一ついい手がある。この前まで織田軍にいたんでね、少しぐらいなら内情にも通じてるんだ。もし任せてくれるなら、吉本殿を必ずここへ連れて戻ってくると約束しよう。分かった、タク、お前に任せよう。修善、直政、それに直虎殿、すまぬが助力を頼む。こんにちは、徐光。これは綾殿、いかがなされた。徐光がひたすら頂を目指し武に精進する様子、一切の利欲を排し厳粛に国旗する姿、可愛い剣心に少し似ていますね。剣心、さようでござるか。光栄に存ずる。おいよ。なれど拙者、剣心殿の人となりをよく知らず、似ていると言われても頭巾ぐらいでござろうか。それでよいのです。何事も始めは真似事から。やがてあなたは。拙者別に剣心殿を真似ようとは。隠さなくてもよいのですよ。では徐光、今後ともよろしく。つかみどころのないご婦人でござるな。む、帝王。おお、景勝殿、
その怪異なる綿棒、堂々たる勇士、頼もしきこと岩尾のごとし。きら星のごとく連なる小生のうちにも、その威厳として土器天をもつかんとする勢いを。ゆうべん影勝殿、いかがなされた。喋れよ、喋れよ。それがしの称賛に戸惑っているのか。そのつつましきこと、人とはぬ谷にそっと咲く可憐なる花のごとくだ。可憐なる花、それだけかよ。やっと出た言葉がそれか。敵には炎章、それに董卓もいるみたいだな。こちらの動きをして守りを固めたのか。まった、言っとくが俺が情報を流したわけじゃない。信長を攻めあぐねて義元殿を狙う、その程度読まれていてもおかしくはないね。むしろ思い通りにことが運んでよかった。いや、何でも。さて、三人にはそれぞれ頼みがある。まず直政殿は義元殿と蹴鞠を楽しんでくれ。蹴鞠。修繕殿は炎章殿になるべく近づいてもらいたい。ただし手出しは無用に願う。直虎殿は、まあひとまず俺の近くにいてもらおうか。はい、よろしくお願いします。待ってくれ、指示はそれだけなのか。あとは状況を見ておいおいさよ。今は信じて任せてもらえるとありがたいんだがね。わかりました。直政殿。各殿の考えは読めませんが、俺たちに他の手があるわけでもありません。何より名士の劉備殿が各殿を信じています。ここは策に従い戦うのが最善かと。まだか。話が早くて助かるよ。それではおのの方よろしく頼む。義元殿、炎章殿、董卓殿、三人の将はがっちり籠城する。やはり正攻法では崩せそうにないね。みんな手はず通りに頼む。義元公と蹴鞠をせよか。各殿の心つかみかん。しかし分かんない。古の名将の策、切り切り舞の術、信じるしかあるな。やるからには最善を尽くす。炎章に近づく。だが手出しはするのか。行くぜ。全然燃えない策だよ。大体角殿の言葉を信じていいのか。今度俺たちが裏切られる番かも。あ、どこだ。俺信じて参りましょう。平八、これにあり。戦の要は軍師の格差、それに修繕さんと直政ですね。その通り。一人でも賭けたら策はならない。全軍頑張って護衛してくれ。新入りの手並み拝見させてもらおう。愛で諭してあげましょう。者とまみえるは誉れ。来い。退屈じゃの。蹴鞠相手でも現れぬかの。白髪、黒髪、
信長や董卓と組むなど、まるで本意ではないが、名族の誇りにかけここを死守。こら、ひげを引っ張ってない。名族はひげも志も立派なのじゃ。わらわも名族に手を貸そうぞ。行軍は順調。あとは吉本公をどう蹴鞠に誘うか。言いたい、ここで待機。吉本公蹴鞠ましょう。もう本当に蹴鞠相手が現れたの。しかも誘ってくれたの。嬉しすぎるぞ。吉本殿への工作、ご苦労様。さあさあ、お次は印象殿の方を頼む。どうやら作戦は順調なようだ。じゃあ、俺はこの辺で失礼するよ。え、ガクさん、どこへ行っちゃったんですか。どうしよう。私一人になっちゃった。我らにて無双の武を示した。いでよ伏兵、城に近づく者は全て討ち果たせ。はめられたか。角殿はこんなこと一言も。我が軍に挑め。伏兵とはやるの。天将は名族の中の名族なのじゃ。記憶に留め。だが名族たる私が活躍すればするほど董卓が笑うことになる。皮肉なものよ。熱い救援感謝するぞ。しかし、角殿はこの伏兵を知っていたのか。よくやったな、その調子だ。ほう、虫キャラどもは炎章と吉本にたかりおるか。ふん、わしはただ見物していればよさそうじゃな。私についてきてくださいよ。いいよ。そうかな。俺はいい予感がしてるぜ。渓谷の美女が日の本一の色男に落ちる予感が。よし、炎章の砦に到着したぞ。ここで待っていればいいんだ。なぜ奴らは砦に攻め入ってこない。まさか董卓に加担する私を無言で責めているのか。平八、これにあり。なぜ炎章も吉本も動かん。もしや奴らは内通しているのか。そうならばわしは袋のネズミじゃ。開門せい、急ぎ撤退するぞ。開門。それではお味方が窮地に。よし、門は開いたね。計画通りだ。これは李関係じゃね。いいもの見せてもらったよ。今こそ宇宙。夜、城はすっかり包囲されているではないか。城攻めは得意なんでね。さて、董卓殿をおとなしくしてもらうか。城内は大混乱なのじゃ。どうする名族。ヒゲを引っ張るなというに。こうなったら打って出るまで。嬢ちゃんがまずいようだな。
仕方ねえ、助けに行く。体勢は決しました。吉本公、どうか降伏を。ナオマス、今のは死をもかず。吉本公、貴様ら覚えておれ、いつか必ず打ち滅ぼしてくれるわ。いいよ。逃げられた。ここで捕らえておきたか。先生、屈辱を受けようとは、トウタクや信長に手を貸したがため。すごいです、頑張ってます。まだ散るべき時ではないのじゃ。アッパル、すごいです、頑張ってます。城の守備が明日に崩壊した。角度の悩み、的中したということか。なお、虎殿は顔が赤くなるから分かりやすい。そんな、そんな、名前たち、ケマリの心は魔の心、受けてみよい。真にしてこれを放つ。未関係の神髄反応させてもらっちゃったよ。あの3人が親しいかは微妙だがいい。ま、喜んでもらって何よりだ。やばい、いや、ちょいにおい、手間に誘っておいて叩くなんてひどいの。先ほどの姿は幻か。主膳殿、直政殿、いい働きだったね。よくぞ務めを果たしてくれた。角殿、疑ってすみませんでした。あなたの策は的確だった。ええ、最善の手でした。おや、母上、それは。さっき草むらに落ちていたのを拾ったんです。信長様が持っていた腕輪に似ているような。もう一度だけ自分を信じてあげたくて、駆け抜けた今までの自分も愛